ポスト米英時代、ロシアがチャベス事件調査、東京で震度7交通訓練、石原とキッシンジャー揃って入院、女、子供、若者は36県に移住すべきである。投稿者ポスト米英時代日時2013年3月12日11時間3分30秒。チャベスは、地震、津波、寒波、熱波は米軍の気象兵器だと言い続けた元首だが、アラファと同様に、バビロンが煙たがっていたのは事実で、南米の元首全員が揃いも揃ってガンであることを考えると、またお前かという感想である。ここ最近思うが、バビロンは余裕をなくしているようで、チャベスを泳がしてとんでも話に持っていく力もなくしたようで、日本でしつこく小沢事件を起こし、あからさまな不正選挙をしてまでも自公政権を作ったのも、バカ官僚や偽キムチ取り合いが一致した面もあるが、もはやスマートに人類を騙すことができなくなって、暴力と札束をむやみに乱発し始めたのは、ローマ帝国末期と同じである。もう一つが、中国、ロシアのメディアが、自画自賛は人並みといったところだが、日本関係の報道で、偽キムチマスコミより頼りになる正論が目立つことである。直近で言えば先日の、10都県からの生産物の、全面輸入禁止という中国の措置は、安全デマを偽キムチマスコミに命じるバビロンの工作を潰すには十分で、私にはそこでの農作物は食べてはいけないし、中期滞在の中国人青年は、漢方の伝統があるし、ロシアからの治療薬も手に入ると思うが、日本人はそれができないから、36県に避難しろと警告しているように映るし、国際スケートでプーチンが、人工地震の波形をリンクに映し出したのは有名な話だし、日本に捧げる詩は、311を起こした張本人による、友達作戦と実費請求はするわ被爆で告訴してくるわといった、ど厚かましい対応とは雲泥の差である。それでも満足せず、日中のパシリを動かして、尖閣詐欺を起こすバビロンと、カラフトの半分を譲ってもいいぐらいの不安があるロシアは、対米再建国仲間として、中国と共に合格である。これからユーラシア大陸は、白人の出来損ないのバビロンを引き受けて、松沢病院的役割を果たす EU と、日中通じる氏族とアラブで共同体を作って住み分けを図る時代であり、バビロンを日本からも朝鮮半島からも、スマートに追い出すことである。警察が、震度7を想定した交通規制訓練をしたようだが、バビロンが人工地震の計画を予定していると見るべきである。地震の方は人工降雨で、防御できているような印象を受けるが、海底核爆発が、大津波の発生前に爆風により強風が起こることが分かってきたが、津波というのは、水の壁が移動して押し寄せるということだから、素人考えだが、その壁にミサイルを撃ち込めば、壁が崩れてかなり勢いを削ぐことができるはずで、311のように地震と津波のセットによる首都壊滅という悪だくみは、海上自衛隊なり、中路のスクランブルで阻止できるはずで、やはり日中梅雨ラーンポが必要である。偽キムチ石原の入院は、バビロンの計画を知ってとんずらしたのか、間抜けだから自分が被爆で倒れて面会謝絶なのか読めなかったが、日本潰しの黒幕の一人であるキッシンジャー入院で、石原が捨て台詞を吐いて入院したのと、繋がったように感じるが、裏でバビロン退治なりパシリの切り捨てなりが起きていることを伺わせ、ババダベスや偽法王への逮捕状騒動と、連動しているようである。ただ、お花畑系のブルービーム計画のようにも思えなくもなく、もう少し見極めが必要である。TPP も、米メディアが秘密交渉部分をリークしたことで、バビロンも公開交渉に踏み出さざるを得なくなったようで、とりあえず自動車と保険で、ど厚かましいことを言ってきたようで、偽キムチの安倍やマスコミが、農業さえ手当てすれば、あとはバラ色だから大丈夫、という機弁は崩れたようで、まな板の恋が、得意な全貌解明と分析を粛々と進めて、安倍が参加表明できぬようにするとともに、表明を阻止できなくても凹まずに、発行まで反対を続けて、それでもダメなら中路にひっくり返してもらうという、二段構えで行くことである。中国が、10都県は危険と答えを出してくれたのだから、破裂な前提の地下バブルなどに踊らず、逃げられるものから順番に、東京を脱出することである。ポスト米英時代、バビロンは、日中は盛んに軍事メジャーを形成しており、その連中に、朝鮮戦争詐欺と日中戦争詐欺を、同時に起こさせる作戦のようである。投稿者ポスト米英時代日時2013年3月12日14時間13分32秒、原発メジャーで考えればわかる通り、また昔から軍産複合体と言われるように、他産業での脅し、買収、癒着以上に、軍事関係の国を超えた結びつきは深いようで、シビリアンコントロールとは名ばかりで、メーカー、問屋、小売りのバイヤーは、国家への帰属意識より、戦争詐欺仲間で、バビロンを中心にいつ、どこで、誰が、何を、どのように、どうするか綿密に打ち合わせして、実行するようである。今回で言えば、前原や石原に尖閣で騒がせ、中国の上海罰な挑発に乗るというコースと、金さんの息子に休戦協定を破棄させて、僕の娘に売られた喧嘩を買わせるというコースを考えているようだな。どちらもジャイアントババの16問キックや、亀田の八百長ボクシング並みの茶番である。どうも安倍が、国民の大反対の中で、TPP 参加を表明する数日後に、スピンとしてぶつけてきそうな気配である。ただ戦争詐欺を起こしたいならば、そんな非常時に、たかが TPP など表明している場合ではないが、バビロンのクソジジイ派、その点がアホなのと、茶番だから、パシリは脚本通り動き、その不自然さから、どちらもおかしくねと思われて、結局うまくいかないという寸法である。最近、宗教詐欺師ザビエルが、本国に、日本民族は滅ぼすべきだと進言したことが明らかになってきたが、産業はハローテクだな、文化水準の高さに驚き、にひキリスト教の布教も大苦労したようで、500年前から日本は仮想的で、今日までそれが続き、
連中は故意に被爆をさせているということである。連中にしてみれば、日本は昔も今も、有色人種の精神的支柱のように移り、一般には中国がそのポジションと見られているが、ユダヤの政党であることも知っている連中からすれば、自覚なく実会イコール教育直後、またありと守っている日本人が、すべてを破ってる自分たちと交代称で、邪魔で邪魔でしょうがなく、逆切れだな、超ムカつくわけである。放射能は、セシウムがスピンなのは周知されてきたが、ストロンチウムやウラン以上に危険なのが、プルトニウムのようで、バビロンは、厚生労働省はもちろん、WHO まで買収して、安全詐欺に懸命だが、もはや世界中が知ってしまったし、これだけ休止が出ては無理である。放射能の怖いところは、免疫力を奪い、その人間の持病を悪化させることで、病弱な知人の急死が、必ずしも白血病でなかったので責められないが、腰水に引きずられてしまったが、小出も心房遠慮から、プルトニウムに触れないのか、セシウムに誘導する役者なのか、いずれにせよ、大人は食べて応援を、取り下げないとダメである。いずれにせよ、女、子供、若者は、36件の実家に転がり込むことである。PM2.5 で言えば、タバコの方が中国からの飛来より数倍体に悪いようで、喫煙者としては致し痒しだが、これで放射能の被曝を中国のせいにはできなくなった、ということである。もう一つ言えば、喫煙者の激減と、肺炎の激増が説明がつかぬようで、こちらも放射能の被曝を、タバコに責任転嫁している可能性が高いようで、何でもかんでも他人のせいにするというバビロン商法が、通用しない時代になったようである。ポスト米英時代、意見総理安倍が地元で連敗、つまり衆院選は不正である。渡辺徹が再入院、プルトニウムである。東京に避難勧告を出すべきである。投稿者ポスト米英時代日時2013年3月12日22時間8分14秒、森本アナの痴漢で地上げに続き、堀アナも左遷されたようで、その理由は、まともな原発報道をしてしまい、バビロンの怒りを買ったからである。もう誰もがわかっているが、植草教授も、偽キムチ小泉と偽部落竹中の優勢詐欺を、テレビで論破したために、バビロンにはめられたのであり、小沢事件も、正論を吐く小沢が目障りだからはめたのであり、冤罪である。対策死亡騒動3回忌に当たるが、どうやら数年前に脳死状態になり、ネットゲリラや二階堂が過去に騒いだのも、あながち嘘ではなかったようである。老母の知人の医者も、奥さんを植物状態で数年延命させているが、当初は周囲から好感を持たれていたが、最近は庶民層からのやっかみと、女性軍からの評判が悪く、何事も潮時が肝心ということだが、対策もこれ以上続けると、サラミというかミイラみたいになってしまい、日本人系というか、ネット世代というか、まともな幹部が発表近しと考えて、積極的にリークしたようである。対策人気は、長屋のおばちゃん向けの偽キムチホストという感じだが、江戸っ子という触れ込みだったが、スマホ時代は大森がどういう場所だったか、親が外交官でもないのに韓国語ができるということはどういうことか、バカでもわかるわけで、偽日蓮のカリスマもはげて、今や若手からすればお荷物のようで、これから偽キムチ系と日本人系に分かれて、公明党も分裂段階に入るということで、偽日蓮衆もバビロンと共に退場ということである。先日意見総理が確定した安倍が、支持率 70% のはずなのに、市長選も市議選も参拝したようで、武蔵の不正開票なしだとこんなもので、野田ブー程度しか支持はないし、そもそも自公の比例票程度しか支持がなく、本当は小沢新党に負けていたということである。高裁で意見判決ラッシュだな、意見イコール向こうが筋だな、各高裁では向こうとせずという矛盾判決が出せても、高裁すべてが意見判決を出した場合に、最高裁は衆院選を向こうという判決を出さないと、維新が揺らぐことになり、落としどころは衆参ダブル選挙ということになりそうである。吉田戦車の大量鼻血も、渡辺徹の再入院も、持病をピンポイント攻撃する放射能そのもので、猛毒プルトニウムの仕業である。偽キムチマスコミは、バビロンの指示で前頭のセシウムばかり報道して、安全詐欺を繰り返すが、甘い枠、大関のストロンチウムとウランと、横綱のプルトニウムを報じるべきで、ノーベル賞受賞の国際医師会議からの非難アピールを受けて、まともな報道を開始すべきである。中国が10都県からの輸入中止を決定したということは、福島は強制移住で、東京は避難勧告レベルということであり、小銭で釣って、強制帰還させようなどと、逆のことをしていてはダメである。TPP の秘密交渉の内容がリークされたように、もはや国民は、知事が初期データを削除しただの、東電が温度水位表の公表をやめたことで、すべてを知ってしまったのであり、30万人帰還どころか、これからさらに自主避難が増えてくるのであり、観念することである。